今週も始まりました、帯坂通信パーソナリティのひろしです。今週のゲストは日本金囲碁殿堂資料館学芸員斉藤丈一様です。斉藤です。今週もよろしくお願いします。斉藤さんには、はい、日本金100周年記念プロジェクトの取材に行っていただいたということで、まあ、取材というか、まあ、私がちょっと携わった話なんですけれども、今日本金の東京本院では日本金の100年を振り返る写真を展示しています。では早速、はい、取材動画が届いておりますので、はい、VTR のアタックお願いします。はい、それでは VTR 回転回転。はい、こんにちは。日本金印東京本院では、日本金印創立100周年を記念してその100年を振り返る写真展が今開かれています。場所は日本金印の1階ロビーですね。こう日本金印の、玄関を入って目の前のところで、写真が展示されています。ちょっと写真の中身を見ていきましょうか。でまずは、これ有名な写真、日本金印創立の時のメンバーが集まった写真ですね。ここら真ん中に大倉喜七郎と秀才先生などそうそうたる、メンバーがいて、この人たちが集まって日本金印ができました。その他次の写真って言いますか、これは左は、五千円先生ですね。五千円先生が来日して秀才先生に指導を、手合を打ってもらった時の写真ですね。これも皆さん見たことあるかもしれないんですけれども、これ北谷先生と五千円先生が長野の地獄谷温泉で、新布石の構想を練った時の写真ですね。そして この時 その新布石法という本がベストセラーになってますね。で五千円先生が続くんですけれども、今度戦後になって左は坂田栄養ですね。このパチッとした、打ち込み10番を五千円先生が6勝2敗で定戦に打ち込んだ結果になってますね。アマチュアの第一人者である、菊池康郎さんですね。これ若いですね。これは、アマチュア本因坊で優勝を決めた時の写真ですね。これは真ん中に、北谷先生がいて、その当時の弟子たちですね。誰が誰だかちょっとわからないかもしれません。これ多分加藤正夫先生で、これが石田先生ですかね。他にもみんな有名な人たちがいますね。でも一回五千円先生を振り返って、まあ、ちょっと光が当たった時は秀光先生のいい顔ですね。これは、第一期棋聖戦で、橋本宇太郎と対決して勝利した時の、写真ですね。秀光先生といえばそのなんていうか初物食いっていうんですかね、第一期の、名人だったりとかそういうのを取ることで知られてますね。大竹先生が五千六連覇を達成した時の写真ですね。まあ、その他もものすごいこの1000人以上が参加した、アマチュアの大会だとか、うん、すごいですね。で現代に近づきまして四天王の対決だとか、ゆかり先生がタイトルを取ったりとか、そして井山七冠で今女流で活躍する上野藤沢の写真が並んでますね。最後浅見先生が、国際戦で勝った時の写真ですね。写真展は、時々展示会をします。大体3ヶ月に1回くらいでいろいろ写真が入れ替わったりしますので、また来ていただいて見ていただければと思います。でこの同時に有楽町の囲碁センターと中部総本部関西総本部でも同じように写真展が開かれてますので、地方の方もどうぞそちらの方もご覧になってみてはいかがでしょうか。
メージだけで。ですね。はい、了解です。なんかそこ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 。で、例えばこうやって手を表示して、よく見て手を表示して、手の前の、じゃあご質問いかがですかっていう時に、指番号を載せて。そうですね。こうするとスムーズかなと思います。してみて、はい、で基本は質問を僕が軽く読み上げることを忘れないようにとは思うんですけど、たかがわのパンチではハエも殺せないっていうようなニュアンスのことをおっしゃったら、たかがわ先生がこよりを作ってかな、なんかあの箱を作ってハエをポンって捕まえて、僕だってハエぐらい捕まえられるよって包囲防戦の挑戦手合の最中にされてやったっていうのが有名なエピソードがありますけどね。では時間になりましたので、皆さんこんばんは。改めまして、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は本因坊秀作の、3回目ですねになります。このあたりの変化はね、なかなか多くて、雪崩定石を全部覚えたら県代表クラスっていうぐらい複雑な変化がいっぱいあります。今秀作さんここに跳ねました。でここの羽はものすごくいいところです。いいところなんですが、ちょっと進めながらいきましょうかね。もう白手を抜きました。つまり上辺に関してですけども、あー、いますいますいますいっぱいいます。蛮足で気迫を感じた先生、今でもね感じますけど、やはり僕が子どもの、まあ、入団したての頃とか院生の頃、子どもの頃って明治生まれの先生がまだいっぱいいらっしゃったので怖かったですよ。梶原先生とかね、山部先生とか、かっこよかったですよ。はい、ではそろそろ時間になりますので、本日の講座、皆様ありがとうございました。ご視聴いただきましていかがでしょうか。本日の講座へのご意見やご感想、ご質問などは日本基因のアドレスにお寄せください。私も目を通させていただいていつも楽しみにしておりますので、ぜひぜひご意見ご感想お待ちしております。本日は本当にありがとうございました。おはようございます。シリーズか、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、無事終わりました。第3回目どうですか。はい。